古事記の宇宙、チャンネルクララをご覧の皆さんこんばんは、司会の小野でございます。本日は、こちら、竹内のすくね、竹内睦弘先生をお迎えして、古事記について、語っていただくというそういう、趣旨の番組になります。先生どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はじめまして、日本史講師竹内睦弘です。ということで、はい、いよいよ古事記の宇宙、そうですね、この日が参りました、ついに。何でもあの古事記に関する、御著書をお書きになって出版されるという噂を小耳に挟みましたが、内緒にしていたのに、あらもう噂に噂になっているようですが。そうですか。どちらから出るんですか。聖林堂さんでから出ます。ああ、いつ頃出る本なんですかね。僕の努力次第ではあの読者として楽しみにしております、はい。今日は、その、竹内先生にですね、その、古事記の、ご研究の一端を、語っていただくということで、はい、特にこの時期ですね、今8月ということになっておりまして、まあ、特に、天皇陛下が、私自身はあの生前退位という言葉があまりちょっとこういかがなものかと。もちろんご上位というべきでしょう、でしょうけれどもね、まあその、お気持ちが、発せられたということもありますし、またあの、まあ、8月という時期でございますので、まあ、天皇という存在についていろいろな、まあ、テレビ等でもですね番組が組まれるというところもありまして、はい、その本質的なところをですねぜひあの竹内先生にお伺いをしたいというふうに思っております、はい。お願いします。お願いします。今日はまず初代神武天皇から語りたいと思います。一番最初からですね、初っ端から、はい、初代を知らないなんて日本人ではありません。そうですね、一番最初からじゃあお願いします。でまず初代天皇がいないという意見の人はいますが、うん、います。初代天皇がいないと言っている人はほとんど第2代天皇の名前を言えません、うん。第2代天皇は水勢天皇です、うん。第2代失礼第2代天皇をいないと言っている人は、じゃあ第2代天皇ってどうやって第2代天皇になったか知らない、うん、ということです。これお兄さん殺してるんですよ。 お兄さんの竹氏耳っていう人が初代天皇の時に失政を行ってます。今で言えば摂政にあたりますが、行ってるこの人をお兄さん、もう一人お兄さんと一緒に殺したんです、うん。で二人がかりで殺して自分のお兄さんの幹部八重の耳の御事という人に天皇になってねお兄さんって言ったら、うん、俺ならない俺ならないって言って、うん、弟の水勢天皇が天皇になったんです、うん。お兄さんの幹部八重の御事は祭祀を、うん、祭祀神主の方をやると、俺は祭祀をやると、うん、お前は統治を天皇になれというふうに分けたんです、うん。実は天皇家は祭祀と統治分けてます、うん。これはこの後またしゃべりますが、国体と政体を分けるということですからね、国家形態と政治形態を分けるということです、うん。これは極めて重要です。重要ですね、日本においてはこれをきちんと分けるところがポイントなんです、うん、本当は、これは現在そして未来にもつながる話なんで、ここを押さえておいてください、うん。まず第二代天皇がいるということです、うん。そしてそのお兄さんの鴨八重の御事もいるんです、うん。いないと古事記にならないんです、うん、確かに。今日のタイトルは古事記の宇宙、その古事記が成立しません。なぜか、カムヤイの御事の子孫が王の安丸なんです、うん。ちゃんと系図もあります。私ちゃんと用意してきます、うん。ということで、これはまたセリンドさんから出す本にちゃんと載せますのでぜひ買ってください、全部載せますから、はい。ということで王の安丸が書いてるんだから、うん、いるに決まってるだ、うん。つまり第2代天皇決死8代で言って言ってる初っ端の第2代いるよ、うん、ということです。で王の安村はいないいないって決死8代派は言ってましたが、うん、王の安村の母姫がね、うん、見つかりましたよね、はい。ということで見つかったんでいるに決まってたろ、うん。だいたい子孫はつい最近まで宮内庁の画学部に勤務してたんですよ王の安村の子孫は王のって王って名前ってちゃんと宮内庁に勤務してて、うん、ちゃんと給料もらってますよ、うん。特別な音を聞かせていただきましょう。プレーンとかやってましたよということでいる、うん。ということで決死八代をなぜ消したいかというと、決死八代を消したら天皇家の時代がぐんと下がるんですね、うん。で2600年と前って言われてます、はい。基準としてはあのイメージ的にはですね1940年西暦のがちょうど後期2600年ですから、はい、記念式典ありましたよね、はい。リヒャルト・シュトラウスの、
ね、祝祭曲素晴らしかったです。これは戦後1回しか上映されていません。なぜかというと普通は交響楽は4楽章までですよね、はい、祝祭曲なんて第5楽章があったんです。第5楽章天皇、これだけはね演奏できなかったんです、うん、なぜか楽器が日本全国の国宝級の鐘を集めてたんです。金ゴンガンゴンって全部鳴らしたんです。総合な音、うん、集まんなかったんです。それが物理的に不可能だったんですね。無理。それが1回だけ題名のない音楽会で前泉敏夫さんが頑張って集めて1回だけ演奏されました。話は置いといて、はい、ということで、まあ、実はこれで言うと9代目の開化天皇まではいないってことになってるんですよ。そうですね、なんかそんなこと言ってらっしゃる方がいますね。でも9代天皇の開化天皇の弟は大彦の命という人です、はい、指導将軍の一人ですね、はい、崇神天皇の時に全国に派遣された、はい、大彦の命がいなかったら稲荷山古墳の出土鉄剣名はどうなんです、うん、大彦の命の時天皇の宮に仕えた、うん、お坂の宮に仕えた、うん、親衛隊員であるのが私の先祖ですって書いてるんですよ、うん、ということでこれどうするのと、うん、考古学無視するの、うん、ということですよね。資料がないなんて言ってますよ ね本当に怖いことですよ、うん、資料あるわけです、うん、で実はこの大彦の命と開化天皇の関係でまあ結構この当時の人たちっていろいろ関係ありますから、はい、例えばもう一人兄弟に彦仏お忍ぶの命というのがいますが、うん、この彦仏お忍ぶの命って古事記にははっきりと、うんうん、仏の御霊の神って書かれてるんですよ。仏の御霊の神って磯の神神宮の神様ですよ。でこの人は実は子供の子供が竹之内の宿根なんです。あ、どっかで聞いたお話じゃないですか。はい、そうなんですよ。実はつまり竹之内の宿根は高原天皇の子孫というふうに言われてますが、うん、彦仏おしのおしの誠って読むんですけど、うん、あれ、うん、本当は仏の御霊の神ってはっきり古事記に明記されてるんです。別名として、うん、古事記に明記されてる、うん、仏の神つまり磯の神神宮の祭神は、うん、実は竹之内の宿根の先祖だったわけです。お、実は、でここで何がポイントかというと剣や御神体ってなってるんですが、うん、これは物の形になってるものが剣、はい、うん、と同時に、御霊は人間に入ってるんですよ、はい、これは例えば天皇も同じですね、三種の神器でいうと草薙の剣、雨の村雲の剣が入ってるわけですよ、要するに物が重要でなくて魂が重要であると、御霊が重要であるという神道的な発想なんですね、はい、ということで、まず結氏八代はいると、はい、いうことを言いたい。そして、春秋歴といって実は1年は2回あったと、はい、今から今のその日本書紀に書かれた年代を半分にしていったら大体縮小されます、うん、全てが完璧に縮小されるわけではありません、はい、その都度三庭というのを行います、はい、それで判断していきますと神武帝の即位は大きく2つの説に分かれます。春秋歴を使うと、はい、これがまた偶然なんですが、はい、紀元前57年になるか、うん、紀元後57年になるかなんです。偶然57という数字が出るんですよ。ですね、偶然は神と言いますから、はい、神道の世界ではどっちを取るかは三庭で決定します、はい、こちらの内容は、かなり大きなことなんです。というのは、はい、これによって古代史書が解明されてきます、うん、例えば邪馬台国は一体いつなのか、うん、卑弥呼は一体誰なのか、うん、というのが解明されていきま す、ね、というすごく大きなことになります、はい、ということで邪馬台国は崇神天皇の頃の人だと思われるんです、はあ、いきなり筋まで飛びますが、はい、10代ですよね、はい、つまりこの人は初代じゃないかって言うんですが、はい、神武から崇神まではいると言いました。開化、はい、がいなければ崇神はいない、9代がいなければ10代はいない、おっしゃる通りですねということで崇神はいる、はい、この人の本名は実は御牧って名前なんです。御牧入彦なんです、うん、別名が初国知らす天皇ですよね、うんうん、初めての天皇みたいに書いてますけど、はい、それ神武天皇と同じ名前から名前になるからまず一瞬って漢字変えるんですよ。ここがポイントなんですけど、
古事記と日本書紀っていうのは、うん、古事記は本気なんです、うん、日本人に伝えるもの、はい、日本書紀は中国に伝えるものだから、はい、嘘書いてるんですだから嘘書いてるんです、だから全部名前書いてるんです、漢字嘘書いてるんです、まあ、どちらも変年体紀年体の違いがあるとかありますよね。だから中国には別に本当のこと言わなくていいんです、だからうちは偉いんだって親友の都市に神武天皇がな即位してなって中国寄りにこっちの方が偉いんだってかっこよく言うんです、そんなの王仁天皇や仁徳天皇なんて100歳以上ですよ、生きてるわけないじゃないですか生きるわけないよ、半分にしたら50歳ぐらいですから2人とも普通です、全然ノーマルです。ああそうですね、うちの先祖の滝の内の少ないなんて300歳生きたことになってますからどういう計算やんて、まあ完全に、あの中国の方の暦を、使ったのは持統天皇以降なんですよ本当は。だから日本書紀は持統天皇の時に終わってるでしょ、持統、以降はちゃんとした年度号なんです実は、ようやく皇統を保ったっていうことで持統って名前してるんです、大宮の御船が名前つけましたけど、強引なんですよ。そうですね、それ以前は、使ってません、使った暦は義宝暦という暦です、はあ、ということなんです、はあ、ちょっとずるいんですけど、ちょっとずるいですね、でもいいんですうち偉いっていうことで、まあ、あの中国に対してはあの若干こうファンタジーを、述べていったということになります。そう、またじゃあ、先生この続きは次回ということで、次回ということで、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。はい。